甲子園決勝戦、今日は甲子園決勝戦やっていきたいと思います。いつもと違う挨拶をしようと思うと話さなくなるもんですね。あーでもすごいミートエリになってる拓郎さん、さすが。あとはもうパワー A まで持ってくだけだねっていう感じで、今日は下沖先発、定石先発、下沖で行こうか。今日は下沖先発でいきたいと思います。これでいきましょう。おしゃがし、お茶こぼした、熱っ。ちょっと俺のこたつが濡れたわ、申し訳ねえ。俺のこたつよ、許してくれ。皆さんよかったらチャンネル登録、高評価、そしてコメントしててください、よろしくお願いいたします。総合戦力 B、 前回よりは弱いね。まあ前回よりは弱いってだけで強い高校だから油断せずに行こう。ありがとうございます、出てくる部長。遠藤だって俺やん。 OK、 This is gone。昨日から止まらないね。昨日の試合から打ちまくっとるよ。いいよ、まだまだ打とうよ。俺の目標この大会で5本だったからね。これ多分セーフだわ。ナイス。いいや、2安打目。あ、てか威圧感つかなかったね。相川の盗塁犠牲にしたのに。まあ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 、そういうもんよ。誰ですか出てるの。相川。相川走れんじゃない？走ろうよ。OK、盗塁も稼いだ。あ、相手の肩緩いね。さすがに相手の肩緩いわ。で多分難の時は大体ホームラン打つ、いける。ホームランじゃなくてもヒットを打つ。当てた、それは許せねえ。借りを返してやってくれ。あー、やっぱセンター返し難の時は難の方が強いのかな。転がせだと間違いなく転がせの方が強いんだよね。転がせないやつ、あれ転がせなんて言おうと思ったんだっけ。ピッチャー答え、ちゃんと渡辺できます。そう、これがやりたくて俺はいつも渡辺を後から出した。ゲッツー、はい、あざすあざす、すばら。そう、これよ、ピンチを未然に防ぐ。もうピンチを感じ取り未然に防ぐ男。はい、 OK、 高津か、ナイス、いいね。真の4番はここにいるみたいな。実はおかわりさんより安定してますっていうね、前話したじゃん、すごいんだよ。で、昨日ボロボロだった菱山、名前解明しちゃうよ、打てないと。 OK、 左悪くなったけど、左 E だったらあんま関係ないよね。左 E ポケットで宮出、昨日確定アーチを打っております。宮出流し方向でいこう、流しましょう。彼は広角を持ってなくても流し方向にホームランを打てる実力がございます。川崎、川崎も昨日ホームラン打ってるよ、昨日ホームラン打ってるよ。 OK、 ワイパーヒット全く関係ないけど、まあ、でもラッキーボ持ってるのはいいよね。まあ、魔物縛りやってる身からすると魔物は嫌だけどラッキーボは強い。渡辺なゲッツーダメだよ、ゲッツーダメだよ。渡辺に打席が回ってくることだけが唯一の弱点だね、渡辺の。いやー、俺のやつかんチャレンジを無駄にしやがって。ダメだったわ、どっちにしてもダメだったわ。拓郎さん、さっきのデッドボールで打撃の感覚狂っちゃったかもしれんやん、泣いちゃうぞ。斉藤さんだぞ、渡辺打とうじゃない、抑えよう。ナイス。昨日確定アーチが2本も出ちゃったから多分今日サムネネタがないのよ、困るのよ。どうしてくれんの。おっと、抑えよう渡辺。あー、渡辺が点取られた。抑え渡辺が点取られるってなかなかないんじゃない、レアなシーンよこれ。渡辺って基本点取られないからね、点取られない男と言ったら渡辺みたいな感じなのにね。いや、いいで、ここは普通に打ちに行く、いけ、任せたよ、見合いで。あー、 OK、 これ抜けるな、抜けろ、 OK、さすが見合いで。お、しかも帰ってくるパスなんだ、すごいね。菱山、菱山めっちゃくちゃ走るやん。川崎昨日から爆発してるよ。菱山、菱山じゃないや、川崎。あー、次ピッチャーに打席回ってこないな、回ってくるけど回ってこないな。ピッチャーを変える以外の方法がない。よし、渡辺でいきましょう。1点取られてるけど渡辺です、1点取られても渡辺、ナイス、素晴らしいエース。渡辺が控えてるとみんな投げやすいのかな、きっと。全然だもんね、球数もかさんでないし、1人で投げきれる。
いいね。OK。来年あの天才がマジ天なら、守備がボロボロ。来年のあれがマジ天なら、渡辺が多分途中からなんかあった時に出てきて、切るみたいな、威圧感働かせるみたいな感じになると思う。基本天才一人で投げ抜かせるから。そこだね。OK。これが渡辺です。ナイス渡辺。石、拓郎さん。左打ちの場合は流し打ちなんだよな。なんだろうね、その違い。イメージだよ。別に、流しが絶対ってわけじゃないけど。打球がアーティストマジ。オッケー。落とした。びっくりした。絶対落とさないと思った。打球がアーティストなんだよな。引っ張るか。パワー引っ張って。阿部飛だったな。伝令使っていきましょう。相川と、やっぱ、スタメン春人は使ってあげた方がいいと思う。OK。じゃあ最後、定石。締めよう。ここ締めたらセーブつくよ。かっこいいよ、セーブついたら。セーブついたらかっこいいよ。昨日先発して、今日抑えで投げる。優勝ピッチャーになってほしい。胴上げ投手。OK。ビッグウェーブ、高波。手でいったわ。そんな手でいくほど弱い打球でもないのに。さすがビッグウェーブ。代打なお前って言われても怠らないその姿勢マジ尊敬。レーザービームかっこいい。レーザービームこれゲッツーで切れんじゃないかな。あ、ゲッツー無理だったわ。普通に打たれたわ。オッケー、泉。じゃあ最後の時いきましょう。アートヒットリアートヒッチョリアートヒッチョリアートヒッチョリ逆逆普通に切る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 。あー4球あと1人が良くなかったかな。優勝ピッチャー別のピッチャーにするよ。次打たれたら頑張れ頑張れ。オッケー川崎ナイスフィーリング。あざしたー。よかった。あざす。なんか危なげないかったね。普通に危なげなかった。この台弱いかなと思ったけど意外と強いかもしれん。なかなかいい台でございます。じゃあ皆さん、次回入学式でお会いいたしましょう。あのピッチャーが私も楽しみでございます。またね。